スノーマン宮舘涼太、すごく嫌でした。MC の新感覚旅番組で本音。スノーマンの宮舘涼太が13日放送のテレビ東京系、旅の思い出なんだっけ、夜6時25分にて、お笑いコンビのチョコレートプラネットとシソンヌと共に MC を務める。宮舘涼太ら MC、旅の思い出なんだっけ、MC は、ユニット、チョコンヌ、としても活動するチョコレートプラネットとシソンヌ。そして、バラエティ番組でも活躍中の宮舘の5人。実力派コント芸人×人気アイドルの豪華メンバーで仲良く旅を盛り上げる。初放送となるこの番組は、仲良しメンバーで絶景&絶品グルメを巡る楽しい旅を満喫。かと思いきや、ルーレットで選ばれた一人だけが、旅の思い出クイズの回答者に。旅の道中、様々なものを漏らさず記憶していかないといけないため回答者一人だけ全然旅を楽しめないという、新たなスタイルの旅番組。